エリソンは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地ーキ県、アリエ県のコミューン。オマンス川オマンス川市にあり、オマンス川とシェール川の合流地点からおよそ1 5トル離れている。コミューンは、盆地の中にあり、エリソン城はコミューンを流れるオマンス川を見下ろす、丘のてっぺんにある。伝説によると、古代都市コルデスの住民たちが、蛮族の信仰から身を守るために、 エリソンの地へ移住してきた。中世のエリソンは、ブルボネーに17カ所あった、城代が置かれた、シャトレニーで、タイアキテーヌ国境地帯の防衛の役割を担っていた。最初のエリソン城は、オマンス川との往来を確保するために、ブルボン領主によって築かれた。百年戦争の間、アキテーヌ公領の領主を兼ねていたイングランド王は、直接、ブルボネーを脅かし、 エリソン城に牢城して抵抗するフランス軍を包囲した。フロンドの乱後、年少の王類14世のため、王大号アンヌドートリッシュと共に国を治めていたマザラン数奇教はエリソン城を廃止させた。その補城は石材の切り出し場となった。フランス革命の時代、エリソンは軍庁が置かれたが、盆地上の地形のため主要道から遠く、コミューンの発見は望めなかった。 モンリソン・ムーラン間の鉄道路線が停車する近隣のコミューン、コーヌダリエはエリソンよりも発展することになった。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。